一日間違えちゃった。昨日だった。せっかく頑張ってチケット取ったのに。浮き、楽しみで寝れなかったのに俺。俺は休みまで取ってチケット取れなかったのにふざけるな。俺はもともと365日休みでチケットもたまたま当たったけど、普通に1日間違えてた。最悪だ。前日にリュックまで用意したのに、海外に行く用のリュックに、宇多田ヒカルのグッズ買ってこようと思って、パスポートまで持っていこうと思ってたのに、免許証と。前日にもう準備してたのに、お洋服も準備して。終わってたもん、俺が準備してる頃には。去年の12月ぐらいから楽しみにしたのに。なんで間違えちゃったんだろう。ハワイ行ってて日付感覚がバグった。いや、マジで、マジでそれだ、絶対。一日遅いのね。ハワイ行ったせいで一日感覚がずれてた。マジで。ちょうど24時間ずれてた。19時間時差あるので。一緒に行くやつ気づかなかったの。いつもだったら誰かと一緒に行くじゃん。俺今回ガチで一人だったので、誰も気づかなかった。俺がいたら気づかないじゃん。もう誰かと行こう、今度。もう誰かと行こう、俺一人で行くのやめよう、マジ。蒲田連れてこう。いや、K アリーナは落ちた。俺本当は K アリーナで行きたかったんだよ。俺が立ったあの舞台に宇多田ヒカルが立ってるとこ見たかったの。すげーって。宇多田ヒカル、あの写真見て、こうやって見比べて自分とこうやって、こうやってる写真と見比べて、うわ、宇多田ヒカルこの光景を見てんのかーってこうやってやりたかったんだけど、マジで落ちた。リセールある。ちょっとさ、俺リセール全公演申し込んでいい？奇跡の大逆転勝利見せていい？8月17日の香港チケット余ってる。行く覚悟ある。0泊1日で。朝行って、香港で見て、ほんで、深夜の便で帰ってくるっていう覚悟ある。リセール毎年競争率が76倍で、海外はここ3年で145倍。ちょっと今考えないでみよう。